はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。本日は地獄のメタビートをね作ってきたんで、やっていこうかなと、使っていこうかなと思っております。メタビートっていう皆さん言葉ご存知でしょうか。メタビートっていうのは何かっていうと、環境をメタってビートダウンしていくデッキ、通称メタビートっていう、まあそういうデッキなんですけども、環境に刺さるカードっていうのは、まあ、常日頃、まあ、存在しておりまして、まあ、例えばですね、まあ、今の環境で言うと、まあ、墓地利用とかめっちゃ多いですから、まあ、マクロコスモスとかね、はい、これめちゃくちゃ強いですよね。マクロコスモス貼られると結構辛いデッキっていうのはいっぱいあって、その、まあ、墓地から蘇生したり、まあ、墓地から回収したり、いろいろ墓地の効果を使っていくカードデッキっていうのはすごく多いので、マクロコスモス貼られるだけでもう展開止まるみたいな、デッキも結構たくさん存在している。それから、センサー判別、このカードが、魔法トラップゾーンに存在する限り、お互いのフィールドにそれぞれ1体しか同じ種族のモンスターは表が表示で存在できない。だから種族を統一されているテーマ、例えば、まあ、LL とか、あと、まあ、鉄獣はちょっとばらけてるけど、例えば、アンデッドで知らぬいとかね、あと、何エルドリッチもなんか2体は並ばなくなるし、要はその同じ種族のモンスターを2体以上並べるようなギミックのデッキは、このカードがあるだけでめちゃくちゃきついんですよ。こういう環境をメタるようなカードをたくさん入れたデッキです。はい、まあ、ちょっと、クソみたいなトラップカードから、説明していくと、一応魔法カードを無効にできる王宮の勅命とか、マクロコスモス、センサー判別、それから、神の警告ね、モンスター特殊召喚する効果を含む、モンスターの効果魔法トラップを無効にした回したり、相手が召喚判定召喚特殊召喚する際にそれを無効にした回したりするカード、それから神聖は、何でも魔法トラップカードを見られるカードプラス、モンスターの召喚判定召喚特殊召喚する際にそれを無効にしてそのカードを破壊する、カード。これはあれですね、こっちはモンスターの、効果とかを無効にしていったり、召喚を無効にしていったりするし、こっちは例えばライトニングストームとかね、ハーピーの羽防御とか打たれると、マクロコスモスがどっか行っちゃうんで、まあ、これを守るために基本的には入れています。まあ、モンスターもしょれますしね。で、ドラグレンパニシメントは、一応そのヌトスで、墓地を送って相手のカードをしょりながら、なんか2枚ぐらいカード持ってきれるん でしかもこっちエクストラデッキからモンスター特殊召喚全然しないんで、まあ入れてもいいかなっていう感じで一応1枚入れました。まあ、別にあってもなくてもそんな変わんないけどね、これで、アームズコール、これは、デッキから装備魔法カードを手札に加えるよっていう、効果を持っていて、後で、説明するこの最強カードを装備します。持ってくるか装備します。それからヤブヘビね、これはちょっとふざけたんですけど、若干セットされているこのカードが相手の効果でフィールドから離れ、墓地を送られるか除外された場合、デッキエクストラデッキからモンスター1体を特殊召喚すると、ですね、このヤブヘビっていうカードを相手のハーピーの羽防御とかライトニングストームで割ってもらうわけですよ、基本的に。そうすると何が起きるかっていうと、やべえモンスターがいっぱい出てきます。例えばヤブヘビ出てくる、まあ、ヒット候補、ナチュルエクストリオね、これ魔法トラップカードをなんかその自分の墓地のカードを1枚除外する、プラスデッキの一番上のカードを墓地に送ると、フィールドこいつがいる限り無効にして破壊できるよっていう、ね。まあ、ちょっとマクロコスモスとはそこまで相性良くないんだけど、マクロコスモスが引いてない時でもヤブヘビをバーンってやられて、で、ナチュレックストレが出てきて相手めっちゃ困るみたいなこともありますし、あとこれですね、はい、異性の最終戦士、このカードが特殊召喚に成功するとこのカード以外の自分のフィールド上のモンスターを全て破壊する、さらにこのカードがフィールド上に表が表示存在する限りお互いにモンスターを反転召喚召喚特殊召喚できない。やばすぎ。だいたい相手って初手いきなりライトニングストームとかハーピーの羽防御から入ってくるんですよ。そこで急に異性の最終戦士飛んでくるっていうね、これをね、飛ばして相手をビビらせるっていうことですね。はい、まあ、これデレアめっちゃ強いですからね。デレアめっちゃ強いで、魔法カードなんですけど、強欲で貪欲なツボと、金満で謙虚なツボを入れてまして、まあ、これはアドバンテージが稼ぎにくいデッキだっていうのと安定感が欲しいからっていう理由で、メタカードを引きたいからっていう理由で金満で謙虚なツボと、まあ、あと普通に強欲で貪欲なツボが入ってまして、で強欲で貪欲なツボが入ってるっていうことは、あれですね、村蜘蛛のオロチと大座が入ってるっていうことです。はい、カードを除外すれば4000の大アタッカーになれるし、まあ、こいつも同じようにアタッカーになれるんで、まあ、この辺は入ってると。で、これなんですけども、これ皆さんご存知でしょうか。これ最強なんですよ。メタビート界においてはこのカード最強で、このカードの装備モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時、
装備モンスターの攻守がダメージ計算時のに戦闘を行う相手モンスターの攻撃力と守備力のどっちが高い方の数値プラス100になるよと。要は戦闘で絶対負けねえやつになれるんですよ、こいつを装備すれば。で、あのメタビートってあのモンスターの効果めっちゃ強いんだけど、弱点はやっぱね打点が低いんだよね。あの村木物卸とか、まあ、ダイザとかは打点が高くなることが結構多いと思うけど、例えばライオーとか、あとそれからフォッシルダイナパキケファロとか、まあ、今回あのインスペクトボーダーも入ってるんですけど、こいつらってあの基本的に打点がまあ2000、今高くても2000だから戦闘破壊されること意外とあるんですよ。だそこで月神の盾を装備していることによって戦闘破壊もされねえやべえやつになるんですよ。はい、やっぱ一番強いのはそのフォッシルダイナパキケファロにあの月神の盾を装備するっていう、相手は特殊召喚できないのに、あ、自分もね、お互いに特殊召喚できないのにこいつを戦闘で突破しなきゃいけないっていう、そこに月神の盾装備したら最強じゃん。だから、まあ、これは3積みだね、まあ、3積みっていうか、まあ、アームズコールも入れたら4積みだね、うん、まあ、絶対的信頼を置いています、月神の盾に。で、月神の盾を割ろうとしてきたら、まあ、神聖で止めたり、まあ、最悪ヤブヘビを破壊してもらって、ゲロヤバモンスターを出していくっていう、まあ、そういうギミックですね、はい。で、一応効果説明していくんですが、モンスター的には、まあ、ライオー、これはあのー、サーチを止められます。お互いにドロー以外の方法でデッキからカードを手札に加えることはできないっていうことで、まあ、基本的にはそのゴードンとかは自分は止まんないけど、相手だけはサーチ止まるから、まあ、めっちゃ強いっていうのと、あとパキハラはさっき言ったように、特殊召喚をお互いにできないよっていうね、最強の対話拒否モンスター、それからインスペクトボーダーは、自分のフィールド上に行動カードが存在する限り、お互いにそれぞれ一旦に発動できるモンスターの効果の回数はフィールドのモンスターの種類の数までになる。自分はエクストラデッキのモンスター基本的には出さないんで、モンスターの効果が発動できなくなります。基本的にこいつを出せば最強です、はい。で、さっき言ったゴードンからの村雲大座っていう、まあ、この辺は、まあ、メタビート の打点枠として入ってる感じですね、はい。まあ、そんな感じです。まあ環境デッキ結構いろいろいるんですけど、まあ、このデッキ意外と刺さってること多くて結構勝てるんで、ぜひね、皆さんも興味があれば使ってみていただきたいというふうに考えております。それでは月神の盾に絶対的信頼を置いている月神おじさんによるデュエルをやっていきましょう。デュエルスタンバイ。大崎すぎ。あ、まあでもゴードンあるからいいか。ゴードンあるから OK。 さあ相手何デッキだろうな。あエルドリッチかな。クソレッキの匂いがすんね。まあ俺が言えたことじゃないけどね。命削り。やば、強、最強ムーブじゃねえかよ今のところ。あれエルドリッチって命削りは入ってんだっけ。命削りも入ってんのか。あれはわかんねえな。特殊しかしねえから入って。ラバゴーレムいいだ。やば、エルドかな。いやだな。センサー万別、うん、まあよ悪くはないですね。まあ、腐りはしないんで。エルドリッチは言うてアンデッド族テーマなんで、アンデッド族1体しか出せなかったら結構意外となんとかなるみたいな話もあるかもしれん。さあとりあえずカードを10枚除化してドローしたいんだけど、なんかある、なんか考えてるね。なんだろう。あ、一応ドローはさせていただける。なるほど。これ一回台座パンチします。一回台座パンチしますか。一旦台座でパンチしよう。相手はあんまりそのサーチ、サーチしないし、ライオンはそんなにね、多分強くないよね。とりあえずバトル入りたいんだけど、いい4000パンチ取る。急に4000パンチ。威嚇する方向。あー、そういうデッキか。出た。うわやめてくれ。うわ強い。やめてくれ。まあでもまあそんなにダメージそこまで大きくないな多分。俺モンスター、いやでも一応仕込みマシンガンきついな。300はいい。まあでも300に抑えられたらでかいですね。威嚇する方向はまあちょっとしょうがないでしょう。これはもうしょうがない。メイン2入るしかないな。なあ、そういうデッキだったら、まずマクロコスモスは一応使う。センサー版別あんま意味ない。ドラゴンパニッシュメントもしかしたらいるかもしれない。
マクロコスモスは絶対いる。これもうセンサー盤面もアームズコールもいらなくね。これ絶対入って使えないでしょ、この2枚。多分そういうデッキは多分ね、これマジで刺さんないから捨てない方がいいね。もうもはやフィードのカードをなんか増やすとなんかやばいこと起きるかもしれないから、仕込み爆弾とかでね爆発されるかもしれないからね。うわうざ、ガチでうざい。やばい、残りライフ4900なってもうた。ちょでもまあ大イーザーで2回パンチすれば死ぬな相手は。ちょなんかもう事故れ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 、これほんともたもたしてて死ぬんだよな。こういう環境外でクソデッキ VS クソデッキじゃん、冷静に考えたらね。そこでお前命削るハンザラぞ。あ、オッケー、大丈夫だよ。しよ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 し、まあ、ターン終了時は何もせずに一旦ちょっと、あーゴードンか、カード増やすの怖えな。カード増やすの怖いけど一応使うしかないか。一応使おう。これで8000にしてで大差の8000パッチで終わらせてやる。デュエルを終わらしてやる。マジで一撃必殺五陰キャの猛毒薬なに800万ダメージ、まあそれはいいだろう。そんなクソラックカードは別にいいや、それはしょうがない。チェーンすると世界終わるんで、もしかしたらあのチェーン3チェーン4とか言われるかもしれないから、和睦の使者めんどくせえ、めんどくせえ、マジでマジでめんどくせえ。うーわダリーまんま、殴りが正解だったくせえな、これ。そのまんま、そのまんま東が正解あったくせえな、これ。そのまんま東でぶん殴るが正解あったわ。すまん。いやめんどくせえな。神系も使えねえよな、これ多分。使えねえけどさ、セットするしかないんだよな。まあ、エンドフェーズするしかないね。マジでこれ出したらラバゴーレム飛んでくる可能性だけケアしなきゃいけないから、2体並べないでもうひたすらにこれ何も発動せずに、ダイザでぶん殴るっていう。ただな、ディメンションウォールとかな入ってんだよな。神線来ねえかな。なんか神線引いてでなんか神線セットしたからぶん殴りたい。これディメンションウォール入ってたら終わり、マジで。一応ディメンションウォールを無効にできる。あ、神線来た。なるほど、神線来たんだったらこれ神線セットしていいんじゃない。これ何もせずにさ、これ神線セットして何もせずエンドでいいんじゃないこれ。で次のターン相手なんか やばいカード発動してこようとしたら神線で止めてぶん殴ればいい。神線はカウンターなんでチェーンできませんからね、はい。じゃあ相手もこれ仕込みマシンから引かれたら終わるけどね、シンプルに。もういい、もう何もすんな、なんだこのクソリキ対決セットいいだろ。いや、ディメンションウォールとか、シリンダーは一応今無効にできるから、そこ無効にしながらぶん殴っていくしかない。よし、バトルフェイズ行くぜ。運命のバトルフェイズ。2体出しても結局意味がない。え？相手のサマーフェイズ、このターン相手はバトルフェイズを行えない。めんどくせえなー。くっす。あいくつだ1234、知らないよね俺。大丈夫だ、オッケー。2200、やばいやばい、マジでやばい。2200はマジでやばい。あと1900の、あと1900のライフ。ただ神の宣告で一応1枚無効にすることはできる。もう何もすんな、何もすんな、セットしろ、オッケー、それはいい。もう何もしないで俺のターン。ディメンションウォールが怖すぎる。ディメンションウォールが怖え。行くしかねえ。行くしかねえ。もう何も発動せずにバトルだ。行くぜ、バトル。行け、ダイーさん。あっせん、パッチをかわせー。くらえー。和睦の使者。これ和睦の使者から先に言ってきたってことは、これディメンションウォールないか。いや、わかんねえな。神線で無効するか。ここ神線で無効にしたら勝てるかもしれないぞ。チェーンはできない。カウンタートラップにチェーンはできない。ライフポイント半分はきついが、行くしかない。行けないじゃん。行け。取れ。頼む。うぜえ。そうぜえ、マジで。ガチでうざい。いやでも言うてだな。チェーンストライク。800万だ。800万。800はいいわ。
あと残りライフは150。ただ相手は手札が0枚、相手は手札が0枚。ちょっとマクロコスモスだけ発動しよう。じゃあマクロコスモス、まあ別に発動する必要はあんまねえけどな、もう8000だし。やばすぎるな。ラバーゴーレム引かれたらやばいのか。ラバーゴーレム引かれたらやばい。ラバーゴのケアもしなきゃいけない。まあ、エンドだね。じゃあラバーゴケアするんだったらエンド でマクロコスモス捨てて、でこれでこれでトップ命削りとかされたらマジで人生終わるけど、ちょっと人生マジで耐えろ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 。ちょっともうほんとやめて。ご隠居の猛毒薬で死ぬ、ご隠居の猛毒薬で死ぬ。ドロー、ハゲボウキ来たけど、これチェーンスタイルだったらやばいな。これマジでさ、これ光る、これ光んない、これ打っていいのかな、これ。ちょほんとチェーンスライクマジでやめて、チェーンストライクマジでやめて。あぶねーあぶねーあぶねー。バトルフェイダーなければいける、バトルフェイダーなければいける。行こう。一応1体召喚した方がいいのか。バトルフェイダーだったら意味ねえから、関係ないか。でも一応召喚するか。バトルフェイズ行けー、死ねー。よったー、クソデッキ VS クソデッキ、クソデッキの勝利。なんだこのデュエル。いやー結構強いね、割と環境デッキとは当たってるけど。あーエルドリッチ来たか。だから結構やっぱ環境目立ってるから勝てるね、このデッキ。結構強いね。何が強いって本当あの貪欲大イザがめっちゃ強いんだけどね。マジで何もカード発動せずに貪欲から急に大イザドーンでなんか4000パーンチみたいなのが一番強いんだけどさ。呪われしエルドランドを発動されしまったが、まあいいだろう。まあ一旦これは大イザが欲しいところですけどね。まあとりあえずゴードンはまず打ちますといったところ。ゴードン打ってからよりも献金マンで献金を積む方よりもこっちの方が先か。でもどっちにしてもどっちかしかつかないか。まあ関係ねえか。じゃあ2枚ドローするとこ打ちよう。これで大イザ引いて、大イザの4000パンチを飛ばしていけるかもしれないから。ヤブヘビもあるしこれ。ヤブヘビ、ヤブヘビワンチャン強いです。お強っ強っ。一発ぶち込ます、一発ぶち込ましましょう、一発ぶち込まそう。まあそこまでね、エルドレッチって結構、まあ、魔法トラップカードを墓地からセットし直したりするからさ、そこまで刺さるかどうかって言われるとちょっと怪しいけど。よし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 、オッケー、あーオッケー、いいねいいね、いいカードは抜いた。とりあえず禁じられた一滴も抜けたし、で、エルドリッチも墓地に送られていくと。はい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 、いいでしょう。これどっちのが刺さんのかな。サーチする、あーわかんねえ。まあ、ダイーザよりもなんかライオウの方がワンチャンある。後から出てきたダイーザ、あとぶん殴られるもんね。後から出てきたエルドリッチ上からぶん殴られるかもしれないもんね。だったらちょダイーザは取っといてライオウから行った方がいいんじゃない。で、雷王召喚、月が見つけるか。その前にバトルさ、とりあえず1900でぶん殴っていこう。まずライフを取る。はい、でメイン2入って、でとりあえずセットする、でセットする。ヤブヘビなんか抜いてくんねえからワンチャン。ヤブヘビ抜いてなんかワンちゃんやばいこと起こしそうだけどな。月神はつける、ライオンにつけて、でまあこれでエンドス、まあ、先行取れたらマクロコスモスからのハーピーの跳ねぼけてきてんでめっちゃ強かったかなと思うんですけど、ちょっと高校なんであれでしたね、ちょっと不利でしたね。まあでもマクロコスモスはなんだかんだか辛いと思うわ相手多分。はい、オッケー。そうこれね、ハーピーの跳ねぼけ打ってもねエルドルッチ戻ってくるからめんどくさいんだよねこれね。なんかまた復活してくるからさ、ギミックとしては非常にハーピーの跳ねぼけ辛いはずなのに辛くないっていう、まあ、ワンキル取れるデッキじゃないんだこっちも。はい、まあここは共有するしかないね。で、血止めと黒き目覚めのエルドリックスティル、オッケー、オーケー、よろし。で、まあ、マクロコスモスだけはちょっと貼っとこう。でマクロを
破壊したくてなんかライトニングストームとか、まあ、入ってないと思うけどあんまりとか打ってきたらヤブヘビの効果でやばいこと起きるということですね。はい、黒き目覚めのエルドリクシル、はい、これは、デッキからアンデッドモンスターを守備表示で特殊召喚する。 OK、 了解了解で OK、 了解。これでエルドリッチを特殊召喚できるといったところ、エルドエルドね、 OK、 エルドエルドはいいや。エルドエルドしてでもまあ2000同波水路か、なるほど同波水路、はいはいはい、あそっか、アンデッド族だったら何でも出せんのね。オッケーオッケー、バトル、お、あれ月神の盾のテキスト読め、おい月神の盾のテキスト読んだ方がいいぞ残念だったな、月神おじさんに隙がないで、雷陽くんいるからちょっと金券腐っちゃってるのちょっと残念なんだけどまあここは相性悪いですね、ここはもうしょうがないですね。でもね、金券はでもそれを補って余りあるパワーを持ってるんで、はい、おい4000パンチマン飛ばせるぞ、バトルベース行くぞ、お前のエルドリッチは除外されるぞ、いけ月闇おじさんの攻撃、よーしおりゃー、ダイザパンチ、オッケー、よし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 マクロコスモス2枚目もセットしてやったよマクロコスモスを除去したところで、まだマクロコスモスはもう1枚あるぜ、お前に絶望を味わしてやるぜ少年よ、これが絶望だ、よーしざまあ、このデッキ結構初心者とかにおすすめかもしれないね、そこまで考えることないからさ、ダテンションって言うっけ、なんかそこまで考えることないからそんなに、だからなんかまあ一応マストカウンターの見極めはいると思うんだけど、まあそうは言っても簡単かな、ルートがないから展開の、だからなんか覚えることも少ないと思うし、ゲートオブドゥメの A かドゥメトゥリンチャットバーリーが出てくるのか、遅えなおい、何を選んでんだ、ゲートオブヌメロン A 角ドゥベードゥリーチャットバーリー熱い、これさアポロウーサーが立ててくると思うんですけど、あんま関係ないですよね、打点しなっす、レフィケル、え、やばくない、なんかやばい匂いするよ、なんかそのシモッチバーンみたいな動きしてるけど大丈夫、とりあえず俺はハーピーの羽ぼうきを、やべ三味一択、やばい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 、まずは3000バーンが確定していく、まずは3000バーンが確定していく、いやさらに3000バーンが確定していく、おっとソロスカード何ですか、ソロスカード何ですか、いやガンギ割りすぎでしょなんだよこいつ、ないこいつ、ふざけんな3、4、5、6、7、8おい、いやもうこれ天才だよ、もうこれ、こんなのこんなの天才だよ、天才ってあっちの災害の方で、いやおかしいじゃん、絶対おかしいよこんな一瞬でデュエル終了することある